山研究所カードサービス、コペンのナンバーが0123だと信じてる三輪明と、コペンが届いて早く乗りたくてズーズーしてる矢野です。よろしくお願いします。さあ矢野ちゃん、はい、今日はコペンをご紹介したいところなんですが、矢野ちゃん、コーティングが先日終わって綺麗になってるんですけれどもまだ何か足りないんですよ矢野ちゃん。ナンバー、そうですよね、ナンバーがついてないと。ついてない、ナンバーフレームのナンバーがついてないと。はい、矢野ちゃんまだこのナンバーが何番になってるのか知らないんですよね。そうです、知らないです。はい、じゃあそこ含めて今日はですね、矢野ちゃんの GR コペンナンバープレート当てましょうという企画をやっていきたいと思います。ナンバー当ても企画になるんですね。いやです、はい、もう新車で希望ナンバーでないので果たして何番の4桁なのか3桁なのか何番なのか、これを当てるのが楽しみだなと思いますので、よろしいですかね。そんなわけで矢野ちゃん、はい、ただただ当てるだけじゃつまらないので今回スマホを使ってアプリ使いましょうか。そのための、はい、なんかこれって案件ですか。はいですね、こちらヒット&ブローですねっていうゲームがあるんですけれども、はい、これの案件ではございません。ただ、はい、ただ YouTube でゲーム紹介すると案件っぽいよねという流れから、はい、じゃあこれやろうかと言っただけですので、はい、早速やっていきましょう。行ってみよう。さあ、矢野ちゃん、はい、早速ルール紹介していきましょう、はい、こちらのヒット&ブローですね、はい、はい、そしてフレンドマッチをいきましょうか。フレンドマッチを押していただいて、これを真ん中を押すでいいですね、はい、はい、そしたら合言葉がコペンとなっておりますので、はい、はい、こちらですね、矢野ちゃんの愛車コペンを、はい、はい、じゃあ決定を押していただきましょう。決定、はい、押しました。そしたら、はい、こちらのなんか入ってきます、はい、私の対戦と私のスマホと対戦という形になりますね。矢野ちゃん適当に0123って入れておいてください。そしたらよろしいですか。よし、セット OK です。矢野ちゃん、私が矢野ちゃんのコペンのナンバーを入れましたので、それを当ててください。あ、それを私が当てるんですね。そうですね、はい、よし、はい、スタートです。矢野ちゃん、さあゲームしながら矢野ちゃんコペンのいいところを話していただかないと。あ、コペンのいいところですか、はい、やっぱりこの こだわったエアロのこのスタイルでしょ、はい、うん、でこう車高がちょっと低く見えるかなって、そうでもなくてエアロを作ったことによって、はい、結構ちょっとどっしり膨張した感じになってるので、そうですね、はい、それがものすごくいいなって感じで、はい、ちょっと待って、いや、じゃあ喋ってください喋ってください。アプリに熱中するよりも喋っていただかないと。で、こだわったのはこのエンブレム、はい、コペンのエンブレムなんですけど、そうですね、はい、うん、シルバーじゃなくて、はい、あえてダークメッキの色にして、はい、前後ダークメッキなんでしょ。で、コペンっていう。なるほど、はい、じゃあサービスにですね、これ、はい、5回以内に当てた場合ですね、うん、やんちゃんが好きなコペンのオプション1つプレゼントします。え、5回以内に当てたらですね、5回以内、なんであと2回チャンスありますんで、え、しかも私が考える時間あえての短縮なので、ちょっと待ってください、はい、これ8945ですね、はい、頭使うんですよ。知ってます、頭と口も使ってください。コペンのいいところを説明していただかないと。はい、45だから、止まってますよ、お口が。6、7、はい、67でしょ。67でコペンがいいところは、うん、67、はい、67、はい、いやー、コペン素晴らしいですね。あ、この BBS のホイールもかっこいいですね。うん、やなちゃんが番号に必死になって今8945で一つ当たってると。お、4567、結構いいとこ行きましたね、やなちゃん、うん、いいとこ行ったんじゃないですか、これ67、はい、行ってます。コペン一周してきました。もう一周行きましょうか。ちょっと待って、さあ、これもう頭使うやつな、はい、あと1回すくったら、うん、オプションもらえないんですよね。ですです、なのであえてこっちの推理するターンは決定ボタン押さずに待っときますね。今考えてもらっていいですよ。はい、今だったらチャンスですんで、
ボーナスタイム。ボーナスタイム、はい。0、1、2、3あと45秒ボーナスタイムありますので。4、5、6、7で1個ヒットした。はい。で8、9、4、5で。いいですね。ヒットしなかったから。なんていう色なんですかね、こちらは。ブラックですか。ブラック。はい。マイカメタリックの。すごいあの光沢がいいのがこうラメがものすごく散りばめられているので、はい、ものすごくあの光の反射ですね。めっちゃ綺麗ですね、うん、と4青空が映ってますもんね。もう6、7のどっちかだから残り15秒です。さあ決定をしますよ。いいですか、はいはい、スタートしますよ。矢野ちゃんのターンで、はい、ってことはさあ矢野ちゃんのターン来ました。よっしゃ俺のターンって言ってください。大きい声。俺のターン。あれあ、もう終わったんですね、やんちゃん。いいんすか、そんな速度で。いや、あ、わかった。これは、7は、はい、1個見つけました。はい。いいんですね、やんちゃん。もうそんな、いいです。もうすぐ行っちゃって。はい。別にあの動画の尺稼いでるとかじゃないですよ。リアルに当ててほしいので。はい、リアルに当てたいです。はい、7は決定しました。なんで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10回答えれるので、はい、10回目までに答えれれば、まあ、ナンバープレゼントします。いいですね。10回答えられなかったら、はい。答えられなくてドローになった場合は、ナンバープレート募集しますので、また1ヶ月乗れないという。はい。梅雨が明けるまで乗れないと。まあまあ、いいんですけど、はい、あの結構見ていただいてる視聴者さんの中で、はい、当社にちょっと来店するときに、はい、ヤナちゃんのコメン来てるじゃんって。そうですね、ありますもんね、はい、まだですかとか。まだですかって言いながら、はい、次来た時に、うん、あれからずっとあるのと。そうですね、ずっと車庫にしまってますもんね、濡れないように、はい、そうなんです。あ、残り9秒なんで、じゃあ行きましょうか。はい、ってことは1、2、3、4、はい、どうぞ行きました。ヤナちゃんのターンです。はい、いいですよ、あの80秒あるんでゆっくりかあの考えてもらって。あのあなたの勝ちって言って消えたんですけど。え、あなたの勝ちって。あ、多分あのタイムオーバーかもしれないですね。ああ、これあるでしょ。勝ったもん。いや、そうですね、10回目までに当てましたんで見事ナンバーをプレゼントいたします。おめでとうございます。もう一回ちょっと挑戦させて。あの浮かんだ数字があるんだけど、はい、こんなんで勝った、はい、まあ勝ちは勝ち、勝ちは勝ちですね。はい、さっきもう答え出ましたんで。本当に、うん、でこちらナンバープレートをナンバーフレーム付きで、はい、こちら、ダイハツ純正、ダイハツ純正ナンバーフレーム取り付け要領書というわけで、ヤナちゃんのナンバー何番だと思いましたか。7、はい、7306、あ、違う、7が、はい、2番目おだったので、はい、7は合ってるんでしょう、はい、6370、どうぞ。じゃん、はい、見事反対です。しかもご丁寧にめっちゃ。いや、当たります。見えないように。6370のところが。フレームめっちゃかっこいい。はい。あ、最後は6なんですね。あ、前な、後ろだったんだ。はい。じゃ、4716でございました。6370、全然当たっておりません。ただ10回以内に当てましたので、ニャンちゃん。当たった当たった。ナンバープレートプレゼントします。ありがとうございます。せっかくニャンちゃんのためにな、オプション。4716です。はい。じゃあ今回ナンバープレートつけますかつけませんか。つけます。じゃあ早速つけていきましょう。はい、行ってみよう。早速ナンバー取り付けやっていきたいと思います。はい、もちろん矢野さんナンバーの盗難防止用の、はい、コペンって書いてあるんですよ。コペンって書いてあって、それも注文したので。はい、付け間違ったらおしまいですもん。外せない。大丈夫です、付け間違っても、はい、あの後付けなんですよ。ああ、そうですね。なるほどなるほど、はい、よし、じゃあつけましょうか。これでようやく矢野ちゃんも、はい、行動が走れると。あとちゃんと保険の方もですね、はい、大丈夫ですかね。フロントにナンバーフレームつけると、本当今だとリアルタイムにデリカミンの話題がセンサーと被ってつけれないでなってますので、コペン大丈夫かなと。いや、本当そのまんま、そのまんま持ってきてみ、こっちに。デリカミンの三菱純正のナンバーフレームをつけちゃうと、まあ、これがナンバーフレームだとした場合ですね、ここのほら、ここのセンサーあるじゃないですか、ここフレームが、そうそうそう、当たってそこで
ちょうどこうセンサーが干渉しちゃってつけれないらしいんですよ。じゃあナンバーフレーム自体がもうつけちゃもう今だと改良品待ちということで。ちなみに、はい、後ろはつけれるんですか。後ろはつけれるらしいです。なのでナンバーフレームを注文された方は後ろはつけて前はひとまずつけないという方が多いみたいですね。でもありなしで言っちゃなしでもいいかもですね。でもせっかく買ったんですよ、ヤノちゃん、うん、せっかく買ってナンバーフレームつけようと思って、やっぱ2ヶ月3ヶ月待ってつけたらセンサーと干渉するっていうのはそれはやっぱショックじゃないですか。つけなきゃいいと思いますよ、そりゃ。ヤノちゃん、そしたらそのコペンのナンバーフレームつけなきゃいいじゃないですか。あのせっかくコペンのでしょ、ほらやっぱ買った、ね、購入した方々はやっぱつけたいと思って買ってるわけなんで、いざつけようとしたらつきませんわ、それはショックですよ。そうそう、皆さんも思いますよね。コペン買って1ヶ月ナンバープレートつけれなくてようやくつけれて、あの毎日ようやくって天気がもう回復して、ね、回復して青空で撮影できて、矢野ちゃんこのコペン一生濡らしませんって言ってたんで、もう濡れなかったとしても、はい、その毎日拝んでますもん、うん、ああいいですね。今日もコペンさん頑張ると思って。ちなみにそちらのボルトはプラスですか。いや、これは盗難防止用の、はい、特殊なやつ、特殊なナットなので一回手締めでやって、はい、ちょっと見せてください。はい、本当に何ですか、こう六角形というか、六角形、ああそうですね、うん、はいはいはい、そういうこと、それがあれば外せれるんですね、うん、これがあれば外せれますけど、なかったら外せれない。ってことはこれで矢野ちゃんのナンバープレートは盗まれないぞと。はい、六角レンチもこういう風に、はい、ついてるんですね。ついてるんです、ありがたいですね。ここはありました。で、はい、一回ちょっとこうキューッと締めて、はい、角度を変えて、はい、グッと、あまり締めすぎると舐めてしまうので、うん、であれば矢野ちゃんそっちも軽く締めた後に最後増し締めした方が良かったんじゃないですか。でしたね。はい、でなって今こっち側だけギューッと締められてるんで、厳密に言ったらナンバープレートが浮いちゃう、はい、あ、でも大丈夫です、まあ、大丈夫ですね。はい、これで宮崎581との4716、うん、との4716ですね。こちら見かけた方は矢野優子でございますね。皆様宮崎581と4716矢野優子、矢野優子よろしくお願いいたします。あの夜間見かけた場合は、はい、あのロードサービスで、はい、ジャンピングで駆けつけてる途中だと。ああそうですね、かっこいいですね。コペンで救済、バッテリー上がりを駆けつけに行くと、はい、かっこいいな。そして最後、はい、後ろのナンバーは何番になるんですか。後ろのナンバーも、はい、あの4716です。あ、一緒なんですね前と後ろで番号違ったらやっぱダメじゃないですか。いや、当たり前じゃないですか当たり前じゃないですか。新車のあるあるボルトがあるあるな。傷ついちゃいましたね、ヤノちゃん。いや、ついてない。新車のボルトがここのアスファルトに落ちちゃったがばっかりにそんなに傷がつくほど私のコペンは、あららら、ら、もうこれでコペンの価値が下がっちゃいましたね。200万ぐらい下がっちゃいましたね、今のでも。やっぱ嫌だと思うんですよ、アスファルトの上に落ちたナンバーボルトをつけるなんて。いや、大丈夫です、大丈夫です。これでも矢野ちゃんのコペンは価値は下がりません。大丈夫ですかね、そこが心配なんですけども。大丈夫です。せっかくこうね、雨に濡らさずに1ヶ月そう、あの運ぶ時も引っ張りに引っ張った挙句に、うん、で、あの搬送する時も、はい、もう濡らさずにを徹底して、うんうん、もう天気のいい日を狙って、はい、あの運びましたもん。そうですよね。その結果ナンバーボルトを落としてしまうというあ、でも大丈夫ですよ。着きましたか、矢野ちゃん。当てくださいね。はい、消えた。OK ですね、これで。これ見て完成線、やんちゃんの、はい、やんちゃんの魂、コペンに魂が吹き込まれましたと。吹き込みました。いや、よかった、これでようやく行動が走れると。長かったですね、1ヶ月ちょっと。はい、 OK です。 OK ですね、はい。で、最後に、あ、最後にまだあるんですね、はい、あるんですよ、はい、最後、これ、岩さん、はい、これないと
コペンのナンバーボル、はい、あのボルトの上に、はいはい、隠すんですかそこは。これでコペンって貼って完成です、はい、完成。なるほど。ただ、はい、素手でやらせてください。いやまあそれは全然、はい、大丈夫ですけど、あの素手でやって完成したらちょっと写してください。はい、あ、はい、わかりました。はい、じゃあ、はい、ストップ。いや、すいません。もちろん。これはストップする意味が分からなかった。いや、ちょっと、さっきはね、ちょっと整理してた手が、あれかなと。はい、ああ、どうしたんですか。すごい。あの、まず、はい、この両面のシール外すじゃないですか。はい。やっぱり矢野ちゃんクラスになると、やっぱり両面って言っちゃうんですね。え、なんて言います。両面ですけれども。あ、間違えちゃった。いや、全然いいですよ。両面って言いますんで。で、これをまっすぐしないといけないんですよ。あー、はいはいはい、はい、で、これをグッと押し込むと、押す、これで完成。押して、さらにさらに、はい、保護フィルムがあるんでしょう。剥がすんですか。剥がさない。剥がすんですか。剥がさない。じゃあそのままでいいじゃないですか。そうそう、すごいじゃないですか。保護フィルムまでちゃんと表面にこういう風にあるんですよ。ついてる。正直もうカメラじゃ映らないぐらいのレベルだと思うので、はい、で、はい、あのよく家のとかテレビとか買ったら、はい、最初にあのテレビ画面に、はい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 、ここ の, あの透明フィルムとか、うんうん、あれの私すぐ外す派なんですけど、これだけは外さないですね、はい、真ん中にして、はい、グッと。どうですか。これで一段とコペンも際立ったかっこよさが、はい、まっすぐ、まっすぐですよね。はい、よいしょ。若干右上がり、上がりなんですけど、まあいいんじゃないですか。うん、右上がりで YouTube の登録者数も、はい、増えてほしいっていう。そうですね、矢野ちゃんが1000人、矢野ちゃんが1000人登録者1000人突破で矢野ちゃんのお車を買いに行ったので。あ、そうですもんね。それが今やもう3000人越しまして、ありがたいですね。はい、もう、はい、OK でございます。はい、これでようやく公道が走ることができます。じゃあ今回この動画がいいねと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、高評価、コメントの方よろしくお願いします。コペンに私名前つけたのでコメント欄に載せてるんで、ぜひ見てください。通ったら愛称で呼んでください。じゃあ次の動画でまたね。バイバイ、はい、コペマルですね。矢野ちゃんの愛車コペマル。違います。ついに誕生。コペマルじゃない。エリマルに引き続きコペマル。違う。